敵なキッチンでお料理するよ。まずはお手手を洗います。お水を出して、お手手を洗いましょう。ゴシ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 キュッキュッキュッ、お手手を洗いましょう。きれいになりました。パッパッパッ、タオルでお手手を拭きます。拭き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 、ピッカピカになった。冷蔵庫から材料を出してみよう。冷蔵庫を開けて、昨日買ったケーキに作った焼きそば。今日は、卵焼きを作ろう。卵、卵、じゃん、卵。次はフライパンを出すよ。フライパンはここかな。じゃん、包丁と、フライパンありました。これで作ろうかな。ここに置いて、あとはいいかな。それじゃ卵を割るよ。トントン、上手に割れた。それでは火をつけて、ジュ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 、おいしくなれ。ジュ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 、よいしょ、上手にできるかな。1、2、3、あれ失敗。もう一回やってみよう。1、2、3、あれ、もう一回。1、2、えい、できた。ジュ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 、電話が鳴ってる。誰だろう。ガチャ。はい、もしもし、しまじろうです。おばあちゃん、今ね、卵焼いてお料理してるんだ。また後でかけるね。バイバーイ。おばあちゃんからの電話だったよ。じゃ、素敵な電話でしょ。ここにレンジもあるんだ。ほら、ここで温められるよ。焼けたかな。よいしょ、もう一回ひっくり返そう。1、2、3、お、今度は一回でできちゃった。ちょっと火を弱めよっかな。ここで火を調節できます。お水と、ここはね、お皿を洗うとこなんだ。ほら、コップとかいろんなの洗ってきれいにするよ。よし、できたかな。お皿に盛り付けて食べよう。じゃーん、美味しそうにできたよ。あとは飲み物のお水もコップに注ごう。お水はここなんだ。ピッピッ、ジョ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 、よし、ちょうどいいかな。こぼさないようにゆっくりゆっくり。よし、これで完成。しまじろうが作った特製目玉焼き、召し上がれ。